はい、ありがとうございます。約30年間、ジャイカに勤められていて、はい、まあ、ほぼいろんな部署を回られたと思うんですけど、はい、2つだけちょっとピックアップしたいなと思っていて、はい、国内と国外、はい、それぞれでものすごい友成さんなりにインパクトがあったもの、はい、っていうところをちょっとお聞きしたいなって思ってるんですけど、はいはい、じゃあまず国内からちょっと行かせていただきたいなと思って、はい、一番面白かったというか、印象に残ってる出来事聞きたいなと思ってて、はい、これはね、もう間違いなく名古屋勤務ですね、はい、名古屋勤務なんですね、ジャイカチューブ、はい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 、すごい老朽化してたから新しくジャイカチューブを建てようということで、名古屋駅から徒歩10分ぐらいのところにある笹島っていうね、はい、あ、知ってます知ってます、あ、知ってますか、はい、大都会今になってるんですけど、はい、当時はもう本当に単なるさら地、そこにジャイカチューブを建てるっていう計画が出てきたんです、はい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 、で建てることをですねやる前に、はい、実はすごく議論があって、はい、そもそも箱物を建ててやるということが、はいはい、経済合理性があるのかっていうね、某財務系のところから来てて、はい、それを突きつけられたんですね、ジャイカちゃんとね考えてやれと言われたので、うんうん、私その時ねジャイカの本部の総務部にいたんですよね、はいはい、経営計画みたいな仕事をしてて、はい、国内機関の再編計画っていう、はい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 、国内機関で無駄なことはないかを調べて、はい、ジャイカチューブについては建てることがいいのか悪いのか、まあ、それをねちゃんと考えてやれと、なるほど、まあ、そういう命令が下ってる、はいはいはい、で私それ担当したんですよね、はい、要はねジャイカチューブを建てて研修を呼んでやる事業の進め方と、建てないで、はい、宿泊先は名古屋の中にいっぱいホテルがあるんだからホテルを使って、うん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 、食事はねそのまま食費渡して適当なところで食事してもらって、で、あとは研修先にホテルから行くみたいな感じにするのと、はい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 、まあそれとどっちがね、はい、経済合理性があるのかって、はい、こういう、なるほど、面白いですね、私はね、はい、JICA に入ってすごく素晴らしい事業だなと思ったうちの一つに、はい、この研修員受け入れ事業っていうのがあったんですよ、はいはいはい、そのねプログラムは実は私 JICA のガーナ事務所にいた時には、はい、研修事業も担当してたりなんかして、はいはいはい、研修員でね派遣するじゃないですか、あのガーナから日本に、はい、で帰ってきた研修員にインタビューする役割があったんですね、はいはいはい、どうでしたか研修って聞くんですよ、うんうんうん、そうするとねよく彼らが言ってたのは、はい、JICA の研修センターが良かったって言うんですよね、うんうんうん、研修センターによると他の国のみんなと同じ課題を持ってる、同じ課題に取り組めなきゃいけない仲間ができて、違う国だけどいろんな情報交換もできるし、うん、いろんな事例をシェアしながら、うん、新たなことをクリエイトできる、そういう仲間ができたことが一番良かったって言ってたんですよね、はいはいはい、なるほど、素晴らしいな JICA の事業はとJICA の職員ながら思ってて、はいはいはい、でその JICA チューブを作るかどうかの話だったので、はい、これは絶対研修センター作らないと、はい、ホテルに分散して泊まってたら、うん、そんなネットワークが生まれないわけですよね、はいはいはい、作りたいと思ってたんですね、はい、結果的には作ることになったんですよ、はいはい、私はその時に、ね、総務にいたから、はい、こういう結果になったので経済合理性があるため、うんうん、JICA チューブは建設することにするって決裁を作って、はい、理事長まで、ね、持ってって決裁取れたんです、はい、それから数日後ですよ、はい、人事から連絡があって、はい、友成君移動だってチューブみたいな、マジですか、名古屋に行って作ってこいみたいな僕出身岐阜県なんですよ、はい、あ、なんでそうなんですか、あれ友成さん作ったんですか、作ったらゼネコンさんですよ、ね、そうですね、あれだから僕が決裁書かなかったらあれはないんですよ、友成さんが作ったって、そういうわけじゃないんですけど、びっくりしましたけど、関わり続けてきてなるほど、ありがとうございます、はい、ちょっとじゃあ一方で在外のところもちょっと聞いてみたいんですけど、はいはい、在外で約9年間ぐらいいらっしゃったんですよね、トータルそうですね3カ国8年半どこ行かれてたんですか、ガーナが3年、はい、タンザニアが3年半、はいはいはい、で南スーダンが約2年でしたね、全部アフリカですね、もうアフリカしか記憶してなかったです3カ国計9年行かれると思うんですけど、一番印象的なところってどこですか、印象的なのは南スーダンですかね、あ、ちょっと聞いてみたいんですけど、はい、南スーダンでジャイカ事務所があります、はい、何するんですか、南スーダンってね、皆さんこの国名をね聞いたことある人は多いと思うんですけど、紛争とか難民とかね、あ、そうですね、こういった部分ですよね、はい、だからなかなかねジャイカの人としても行きたがらない、はいはいはい、私は、まあ、そこにね所長で行ってくれって、はい、所長で行ってくれって言われたんですよ、あの、はい、札幌で勤務してる時、はい、陣頭指揮を取ってくれって言われたわけですよ、はいはい、日本人とナショナルスタッフ、はい、合わせて25人ぐらいなんですね、あ、そうなんですね、はい、でそもそもね私が行く前2年間空いてるんですよ、紛争があって、はい、緊急退避したんですよ、で2年間ねずっとその治安を注視しながら、はい、まあそろそろいいだろうってことで、はい、日本人とね、うんうん、国を再開しようってことになって、うんうん、そこでまあ選ばれていったんですよね、実際南スーダンの時ってまず陣頭指揮って2年空いてるわけじゃないですか、はい、その時は日本人のスタッフはいらっしゃらないってことなんですか、そうですね、その時期はナショナルスタッフだけいらっしゃるみたいなイメージ で、うん、リモートでなんかリモートです、まさに実際どうでした、2年間いらっしゃらないわけじゃないですか、はいはい、でそこで日本人スタッフをどんどん入れていこうと、はいはい、元に戻そうと思った時に、はい、立て直し必要でした、立て直しもそうだし掃除が必要でした、ね、
そこか。ナチュラルスタッフが頑張ってくれてたんですよ、はいはい、頑張ってたんだけど、はい、やっぱりね日本人のレベルからするとちょっと違うよなってところがいっぱいあるわけですよね、はい、種崩れそうだから変えようとかっていうところも、うんうんうん、ここまでの判断がやっぱそういうのはやっぱ日本人になっちゃいますよね。でそもそもね2年間も悪発じゃなかったんですよ、はいはい、もっと早く帰るはずだったのになかなか正常が安定しなかったからずる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 伸びちゃっての2年間だったので、うん、あそうだったんですね、はい、実際事務所は南スーダンの中にあったんですか。はい、あの首都がジュバっていうところでジュバだけが危険レベル3なんですよ。え他は4？ジュバから外はね4なんですよ。対比レベルだとか、ね、だからそこはね我々も言っちゃいけないんです、はい、僕はね2年間ねジュバの市内だけですよ。えそこだけしかなかった。すごい。そこに2年間いるわけじゃないですか、はい、そこは安全と言われて、まあ、安全というのも3ですからね。僕がいた時は治安はすごく安定してましたね、はい、政府がねジュバの市内はコントロールしてたんですよ、はいはいはい、ただね以前も安全だったのに紛争が起きて急に退避しちゃったんですよね、はいはい、だから急変するっていう可能性があるからそこは見極めなきゃいけないってことと、あと急変した時にもちゃんと対策を取ろうってことで、うん、防弾車がね当時 2,3 台しかなかったのが10何台ブワーって、防弾車ってね、はい2トンあるんですよ。2トンあるからそれまでね防弾車入れるようなもともと事務所じゃなかったんですけど、はいはい、防弾車が2トンが10何台も入ると沈むんですよ、はい、地面が。嘘。だからまずそこも直さなきゃってことで、やば 駐車場を直すみたいな、はい、で私はだから防弾車乗った2年ちょっと待って、さすがに南スーダンでは野球はできなかったんですか。そうですよね、普通ね。普通はね。で僕もねさすがにそれまでガーナ、ターミナリアでいつも野球道具持ってったんだけど、はいはい、南スーダンはねさすがに野球はできない。だって防弾車乗って移動ですよ。そうですね、できるわけがないと思ったんですけど、はい、でも万が一そういう機会があった時に野球道具がないってことだけは避けたいと思って一応ね、はい、ダンボール箱1箱ぐらいだけど、はい、野球道具はね一式持ってたんですよ。いやもう結構多いですよね。そうで、まあ、赴任しましたと。まずはね市内の視察ですよね、はい、やっぱり所長だから、はい、あらゆることにこう目を配らなくちゃいけないし、はいはい、まず街を知らなきゃいけない。でぐるぐる回ってたらね、うん、土の匂いがしたんですよ。いい土の匂いがやばいやばい。ずっと高い塀がね伝わってるんだけど、はい、塀のところにポコポコってちょっと穴が開いてるんですね。あれちょっと運転手さん止めてっつって、はいはいはい、止めてること穴から見ると、はい、グラウンドが広がってるんですよ、はいはいはい、で一緒に乗ってた人に、はい、これ何って言ったら、あこれはね、はい、千葉大学のグラウンドですって言うんですよ。この中入れないかなって言ったら、うん、あジャイカなら入れますって。ジャイカ館はね千葉大学にいろいろと協力してるから、はいはいはい、あそうかちょっと入ってみようかって言って、はい、門番さんのところにねあのジャイカの車で行ってるから、はいはい、ちょっと視察したいんで入らせてもらっていいですかって言ったら、はい、ザーッと開けてもらう、はい、で入っていくわけですよ、はい、一番奥に行くとすごい滑らかな綺麗なグラウンドがあるんですよね、はい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 、なんだこれはと。それまでね視察してると原っぱとかあるんですよ。でも草があって石がゴロゴロしてたりとかっていうところでみんなサッカーやったりするんだけど、はいはいはい、野球なんかとてもできないなと思いながら見てたんだけど、野球できるじゃないか俺は。翌週の土日になった時にグラウンドに行くわけですよ、はい、で防弾車でグローブとボール積んで誰もいなかったんですけど、はい、ベンチに寝そべってる若者が3人いたんですよ、はい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 、そこにとことこ行ってね何してんのって言って、暑いから寝てんだよとかって言うわけ。若いんだからスポーツしようぜって言ってキャッチボールやんねえかって。なんか漫画で見たことあるやつだわ。それがね南スーダンの史上最初のキャッチボール。えそうなんですね。キャッチボールやば。南スーダンって身長がすごい高いイメージなんですよ。そうなんですね。その人も190センチぐらい、うん、高い位置からビュンって、はい、初めてだったんですよ、はいはい、いいボール来るわって結構驚いて、うん、君ねすごい才能ある、もしかしたらね将来すごい選手になってましたね。また来週会おうぜで来週来たんですよね、はい、ただまたねそこに違う子がいたりして、うん、だんだん子供たちが集まってくるんですよね、うん、じゃあみんなでキャッチボールやろうかって持ってくグローブをたくさん増やしていって、うん、いつしか箱ごと持ってきて野球の指導が始まるんですね。すごい。これがね南スーダン野球団の始まりなんです。さすがに南スーダンではできないと思ってたんですけどね。そう最後は南スーダン野球連盟まで作っちゃって、で連盟の会長にねマイナースポーツはビッグな人に広めてもらえなきゃいけないからってことで言ったらですね、はい、一緒にやってたコーチの人がすごい有名なビッグな人を連れてきて、はい、今その人ね大統領府の大臣が、ね、日本でいうとこの官房長官って言ったんですけど、はい、官房長官、官房長官が今の野球連盟の会長さん。いやすごっ。なるほど、ありがとうございます、はい、ちょっとこの動画ではジャイカ時代何してたのかっていう部分を国内と国外に分けてちょっとお話をお伺いしたんですけど、次の動画がですね今何してるのかっていう部分も含めてお伺いしようかなと思ってます、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。